観点暴気は自然現象や生物の行動の様子などから天気の変化を予測すること。また講義には経験則をもとに一定の気象条件と結論の関係を述べたことわざのような伝承のことを言う。古来より漁師、船員などが経験的に体得し使ってきた。英語のウェザーロアは気象伝承を意味する。また天気占いとも呼ばれる。 観天望気は科学的な観測に基づく公式な天気予報に代替できるものではないが天気の変化の参考になるものもある。古くから天気を予想することは漁師、農民、商人など多くの人々にとって重要なものであり、世界各地で観天望気を用いて天気を予想してきた。世界中で広く浸透しているものとしては次のようなものがある。以下は 日本国内で知られる主な観天暴起を列挙する。その正確性には差があり、まちまちな解説がなされることもある。ここではいくつかについてなされることの多い説明を付記している。また、日本では古来から鳥や虫などの状態から予想する観天暴起も伝わる。なお、気象学的に考えて最も信用性があるのは雲を使った予想である。 飛行機雲に限っては自然に発生するものではないが水蒸気の関係から科学的根拠が見られる。他に虹などの気象現象を利用したものから煙など人工的な現象をも対象とするものがある。昔から長期予報は人々の関心事であったが正確性については不明確なものが多い。ドイツでは気象現象は一般にはバウエルンレーゲルと呼ばれ、 農事禁言農民の言い伝え、天気利言などと訳されるが定約はない。これは気象に限ったことわざでないので誤謬がある。厳密に言えば、ビッテルングスレーゲルと呼ぶべきであるが定着して、しまっている。暦の気象伝承三県王、急にシベルリンの切って一年の特別な日の条件遺憾でその後の季節の気象が決まる法則は、多い。 これはドイツに限らず、ヨーロッパ諸国でも共通、または類似した法則はある。ただ、こうした特別日は、ドイツでは、運命の日と呼ばれている。一例を挙げると、がある。三人の王は三権王で、その日は1月6日の抗原祭を指す。他の例については、ドイツの気象伝承の一覧を参照。ありがとうございます。